留学生の皆さん、今日はありがとうございました。皆さんが時々厳しい時期もあるだろうし、時々大変楽しい時期もあるし、その波がやっぱり人生なんです。それはしょうがないです。だけどそういうものを経た上でね、響く人生であれば生きた価値があるという感じがするんですよ。ぜひそこを目指してください。ありがとうございます。